クロスツアーは、ホンダ技研工業が生産、販売していた、クロスオーバー SUV である。発売当初は、アコードクロスツアーとして販売されていたが、2012年モデルから、アコードの名が外されて、独立車種となった。2009年7月、アメリカンホンダモーターは、同年秋にフルサイズクロスオーバー、アコードクロスツアーを販売することを発表した。価格とサイズは、 ホンダパイロットの上位モデルに当てはまる。アコードセダンをベースとした、ファストバックスタイルの5ドアハッチバックで、なだらかなルーフラインと大型のフロントグリルが特徴である。同時期発売のクロスオーバーとして、アキュラ ZDX があるが、プラットフォームから異なりそれぞれのブランドイメージに沿った、性格付けと仕様設定がされている。パワートレインは当初は、 J35A 型 V63.5L サイチェシー、アイビテック VCM と5速 AT との組み合わせのみであった。FF と 4WD モデルがあり 4WD はリアルタイム 4WD 仕様である。現在、アメリカ、カナダ、メキシコ、ロシア、韓国、中国で販売されている。生産はアメリカ・オハイオ州のイーストリバティ工場及び中国、公衆にて行われている。 アメリカにおける販売は振るわず、2010年には年3万5千台であった、目標販売台数を年3万台に下方修正している。また、2011年1から7月期の販売台数は1万1518台であり、前年同期の1万5655台からさらに減少している。2012年モデルでは、時期2.4リットル o h c i ビテックエンジンを搭載する FF の EX と EXL グレードが追加された。2013年モデルにてフェースリフトを受け、エクステリア、インテリアデザインがリフレッシュされた。V6 モデルでは、アースドリームズテクノロジーと称する技術を導入し、改良した3.5リットルサイチェシー・アイビテック直噴 VCM が新たに搭載され、前モデルよりパワー。 燃費が向上した。トランスミッションも V6 モデルはパドルシフト付け6速 AT が新たに採用された。リアビューカメラ、高角度アミラーが全モデル標準となり、上位モデルでは前方衝突警報、車線逸脱警報、レイノイスッチブラインドスポットディスプレイなどが新たに搭載される。2016年生産と販売終了。ありがとうございます。